はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。12月を3週ということで、10年目ラストですね。いつも通り練習試合を、行いたいと思います。タマミラージオ、怪我がね気になりますが、さあ、富山ミラージオ戦試合開始です。この10年目はですね、N1 リーグ戦優勝できましたね。外に出ます。うん、相手ボールのスローインか。さあ、これは一気にボールが外に出ました。相手ボールをスローインです。おお、危ないね。ノーホイッスル。一気に前。ファールじゃない。ノーホイッスル。エリカ。おー、すまい。が、やっぱ相手が結構強い。ちょっとエリカ大丈夫か？クライス。梅、キャッチです。と、外に出ましましたね。これからはですね、相手の強い選手を削っていく、チームに関わらず時期になってきているのではないでしょうか。おっと、裏をかかれた。お、彩香うまい。しかし決定力に欠けますね、このチーム。おっと、アマディオを捉えてしまった。さあ、最後の攻撃になるか。オーバーですね。スコアレスドローです。しかし寒い日が続きます。風なんかすごい心配だ。あ、終わった。なんかいいとこなかったですよね。ということで、課題だらけです。萌えが復帰ですね。エルダード欧州とやってみようじゃないですか。
さあ、萌え復帰戦ということで、彩香と変えてみましょう。カナは？ヒヨと変えてみる。相手をどんな芽生えで食うか分からないですけどね。早い攻防、しかし押されてますね。あ、これはうまい。窓か。チャンス！緑！先取点。この速攻が我がチームの強みです。さあ、この一点を守っていきましょう。さあ、4位のエルドアド欧州。さあ、おっと、結構鋭かったが、気を逃しません。ナナコノーホイッスルだ。しかしナナコしぶとい。ナナコの闘志は光るものがあります。ミホ、ここは落ち着いている。相手チャージ位置、ボールが多いですね。さあ、チャンス、緑、決めろ。決め合った。1-0。まどかから、緑。いい流れが作れております。さあ、緑、さすがに甘くないか。パンチングでここは返して7個につなげますが、落ち着いて、おー、この縦パス、これは届かないか。スライディングしたんですけどね、緑も。さあ、7個のロングスロー、さつきが決めました。決定的な3点目です。ナナコロングスロー見事です。サツキもしっかりヘディングで決めましたね。ああ、これはいただけない。もうほとんど時間ありません。ホイッスルです。年末最後の試合をいい形で締めくくることができました。ですね、ここが生命線、そして縦攻撃、裏を縦攻撃が生命線です。窓かな、窓か緑のコビなんですよね。おお、ちょっと透かしてっていうのがいいですね。七個かさつき。まあ、くるり頼みでなければ。ないチームが作れるのはやっぱり強いですよね。ボロ支配率 62% はすごいな。
倒的ですよね、エルドラと欧州相手に。これだけワンサイドになるとは思いませんでした。うん、分析分析。1年間の成績が表示されるってことですね。連勝、連勝でしたからね。勝てはしなかったの、負けはしなかったのが優勝に大きくつながったのではないでしょうか。今年は海外の強豪と対戦が待っています。お、今までなかったですよね。アジアを勝ち抜いて世界の舞台に参戦しましょう。ドカルチョクラシック、夢の関西関制覇の可能性もあるんですね。と初めて出ましたね、このセリフは。クラブ事務所行きましょう。まずオファーです。たくさんの選手いますね。キーパーもういいんです。ミッドフィルダーから、ちなみに王だとすごいな、欲しいです。せめてヘミークラスが手に入ればな。やっぱ王でしょう。王がコスパ的に高いですが、コスパ的にも結果的には最強だと思います。キーランのアシストやってないとこなんですよね。行きましょう。ヘミもいいですけどね。やっぱり見劣りますよね。残高もかなりあって予算も高まってます。一流クラブですからね。マネーイズパワーでいけるようになってきました。今年はジャパンカップ優勝も狙いたいです。制覇、ワールドカルチョクラシックを取れるわけですよね。そうか、ゴールキーパーもスピード上げていかないといけないんですね。例えば今夏木は A ですよね。だから B だけど、このスピード上げていけってことですよね。何でもいいから。最後の切り札、はい。ということで、1年が始まりました。この1年も飛躍、N1 優勝を狙うのも当然ですが、飛躍の年にしたいと思います。ぜひこの11年目も、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。実況などもやっておりますので、ぜひお知らせ、ツイッターフォローいただければ嬉しく思います。
この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。